はい、それではドントスターブ実況続きやっていきましょう。まあ、まさか冬がね来るとは僕はちょっと思ってなかったのでとりあえず産地を回復しないと非常によろしくないような気もするし、お腹もバリバリ減ってるし、結構大変ですね今の状況ね。ねって言ってもあれですけどとりあえずどうしようかな。お肉を適当に入れておいて、なんか作ろうかな。こんなのも持ってても仕方ないし、スイカとこの辺で一つ何か良さげなものを頼むよ。ちょっと適当なレシピなのでどうなるかわかんないですけど、いい感じになんか作ってくれるでしょう。で、豚が出てこないので、ちょっとコメントでもいただいたんですけど、この花冠を作ってね、とりあえず産地をある程度回復したいと思います。あ、普通のもんができたな。よいしょ。よし、食べて、ちょっと花を、あ、お尻赤くなってる。見境なく攻撃される時期だ。なぜその時期になって、ちょっと寄ってくるのか、この拠点の方に。くそ。いろいろと良くないな。あ、あとあれですね。ちょっと蜘蛛の巣を、ちょっと手に入れないと、テントを作れないとちょっとまずいですよね。なんかあんまり良くないと思います。で、雲と戦いたいんですけど、産地があまりにも低いのでちょっとやめておいて、あー、どの辺行ったら、あ、この下の方の蜂の巣がある方に行ったら花はたくさんあるかな。あ、そうか、もうこの冬判定始まってるのか。これまずいぞ、いろいろとまずい、絶対にまずい。とりあえず拠点に帰って、あ、ちょっと気温が上がったのか。雨か。そうだな、火を焚こう。火を焚いてですね、雨に備えて何をしたらいいんだろう。あ、そうだ、サーマルストーンだな。サーマルストーンはどこにあるかというと、この辺か。あ、すぐ作れる。オッケー。よし、これで石を温かくしよう。お腹も減ってるしな。これ食料の問題がかなり厳しい気がするな。どうしよう、意外とやばいんじゃないか本当に。冗談抜きなやつで。夕方か、まだちょっと動いても良さそうだな。ちょっと花を取りに行こう。よし、花12個回収。花冠はこうつけてる間ちょっと産地をね回復してくれるので、つけておきましょう。それとまあ花を取ることで産地、5ぐらいだったかな、5ぐらい回復するので割と良くなってきましたね。よーし、これでどうにか一応なってると思います。で、冬の判定が今のところないので、早めにこれを与えておいて回収しておきましょう。育たなくなりますからね。もう一個ぐらいできるのかな、どうだろう。二つぐらい入れたら、あ、できたできた。全部トウモロコシですけど、なぜこんなにトウモロコシができてしまったのか。こっち一つ入れておこうかな。よし、オッケー。で、確かリュックの中に入れたままでもサーマルストーンは暖かくなったはずなので、暖かくが全然言えてないな。はい、ということで1日目こんな感じで終了しておきますかね。よし、濡れ感は全然大丈夫か。明日はちょっと、うわ、雪だ。明日はちょっと雲の巣を取りに行ってテントを作りましょう。よし、料理を食べて
料理あんまりお腹膨れないな。相当に今厳しい状況な気がしますけども、まあ、このままやっていきましょう。ね、だんだんねちょっと産地も回復してくるはずなので、ちょっとこの藁もテント作るのにロープがいるので藁も回収しつつ、よし勝負だ。あ、そんなに大変、あれ寒いからか、寒いからすぐ行って、うわー出てきすぎなんだよな。あ、大丈夫かなこれ、ちょっと若干怪しい気がする。あ、いた、やっぱちょっと豚とか連れてこなきゃダメだったかも。よしよし、オッケーオッケー、ちょっと待って、あれ、あ、槍が、ちょっと待って、チェスターがやられそう、チェスターがまずい、チェスターも HP ありますからね。あ、オッケーオッケー、チェスター大丈夫かな。よし、まあ大丈夫でしょう。厳しいな、どうしよう、このクモの巣あんまり壊したくなかったけど、ちょっと思ったよりクモの巣が手に入らなかったのでちょっと壊すことにします。あー、でもどうしようかな、悩むな、まあいっか、壊そっか、よいしょ、ちょっとどうしてもクモの巣が必要なので壊すことにしました。よし帰ろう、花冠どこ行った、傘を差すぞ。結構やばいな、めちゃくちゃな気がする。こんなギリギリなゲームでしたね。そうですね、そうか、これ食べていけばよかったな。あ、豚、ちょっとあげる、これちょっと近くいて、うん、ここいい感じですね今。寒いのか、寒いんだな、ちょっと待ってよ、よし、雨はもう大丈夫か、そしてモンスターミートはモンスターミートで、よし、このジャーキーを入れて OK か。でどうしようかな、トウモロコシを一つこっちに移動させるか。よし、これでいい感じのができるはずで、そうそう、テントテントテントね、テントの前にご飯を食べておきたいけど、あ、できたできた、そうだな、これはちょっとこ、あ、一緒になっちゃうのか、まあいいや、こっちを食べておこう。よし、マシになったぞ、だいぶいい感じで、テントね、テントはどうやって作るかっていうと、ロープを3つ、よし、テント、ここら辺に、どうしようかな、ここら辺に作っておこう。よーし、ひとまずやりたいことが一つできたな。食料がな、怪しいんですよね、これ。これだけで越せるとは到底思えないというか。よし、この辺もちょっと干してたお肉を回収しましょう。で、これと一緒にして冷蔵庫に入れておこう。よーし、こんな感じで大丈夫かな。あれ、豚眠らないな。ちょっとこの辺、
この辺り。ギリギリか、この辺が。木を一緒に切った方がいいな、多分。あ、火を消しに来る影だ。これ踏むといいんだっけ。踏めば帰ってくれるはず。ちょっと来ないで。やばい。オッケーよし、まあこれはこれで大丈夫でしょう。よし、ちょっと豚、一緒に木を切ろう。木を切ってるときはそばに一緒にいられるからな。よし、この方針で産地を回復していこう。いいぞ。よし、産地の回復が著しいような気がする。よし、次はこっちだ。あー、木もこれ剥げちゃって。いいぞ。豚との進行を図ってる今。あ、あれ、もう契約期間過ぎた。あ、まあだいぶ回復 したのかしてないのか、ちょっとわかんないですけど。そうか、もうちょっとそれに気づくのが遅かったか。モンスターミート分の働きはしたとみなされてしまった。で、まあいざとなればこのビーファローを殺すっていう手もありますけどね。どうしたもんかな、お腹が空いている。食料をできるだけ取ってこなきゃいけないんですけど。ああ、まあウサギを殺していきますか。よっ、ペシ。ちょっと待って、お腹減ってる状態だとあれなのか、一回じゃ殺せないのか。なんてこった。ウサギ狩りをするときはお腹をいっぱいにしなきゃダメってことか。お腹を膨らませるためにウサギを狩ろうとしてるのに、なんというジレンマ。ブーメランはすぐ作れるのかな。あ、これもあれ使うのか。なるほど、でも作れないことはないですね。じゃあちょっとしばらくちょっとウサギ狩りをするためにお腹をいっぱいにするぞ。よっ。あ、しまった。あ、ちょっと待って、そんなことしなくてもこれがある。じゃん。あ、これは追っていこう。それでブーメランは作らなきゃダメですよね。よいしょ。よし、オッケー。でもせっかくだから倒して歩くか。オッケー。あー、でもこれすぐ寒くなっちゃうな。うわ、足跡見えねえこれ。どっち向きだったこれ。こっちか。これはなかなか。あ、ここ見つかった。こっちだな。こう森の方に入ってこられると大変なんですよね、これ。あー、熱。熱くない。寒いんだ。キャンプファイヤーをここら辺で炊こう。これどうしようかな。これ燃やした方がいいか、これもういっそ。藁がない。信じられない。大変だな。罠がないか。足跡これどっち行ったんだろう。
暗いしな。藁をちょっと探して、あれなんでこんな大変なことになってるんだ。わわわわ、そうかペンギンタイムか。あ、あったあったあった、ここにあったわ。よし、これをよいしょ、声が裏返ってしまった。見つけて、あれどこだろう、これ次またダメだ、火を放とう。これはわからない、本当に。よし、あったかいしな。チェスター、それ大丈夫か。チェスター、すごい火に炙られてる気がするけど大丈夫かな。よし、オッケーだ。ここになんか悪魔の木があったような気がするけど焼き払ってしまったな。この辺に足跡ない、見当たらない、なんでだ。あー、これはあれか、ビーファローの方か。参ったな、見失ったような気がしますね。あ、そうか、藁が、あ、これやばい、ちょっと待って待って、藁がないから火が焚けない。ちょっと待って、やばいやばいやばい、切れる切れる、ダメだ、信じられない。こんなところでキャンプファイヤーを焚くことになってしまった。そうか、藁すごい大事じゃないか。わあ、ちょっとペンギンはちょっと勘弁してもらおう。あ、寝た、寝っ転がっちゃった。火はこれ何使ったんだ。あ、木と石か。まあ一回余ってたしな、余ってたし大丈夫でしょう。うん、こんなところで3日目が終わっていいんでしょうか。結局象を見つけることができなかったという。とりあえず拠点に戻りましょうかね。このペンギンたちを頑張って倒すっていう手もありますけど、前に一回殺されてるからな。大変だ。よし、一旦拠点に帰りましょう。ちょっと花とか食べながら、氷ができてる。なるほど、冬だからか。氷とかも取っておいた方がいいんでしょうかね。そんな気もちょっとだけしますけど。よっ、とりあえずウサギ狩りをするほかないですね、今のところ。ウサギ狩りをしつつ、ちょっと藁を回収しつつ、よいしょ、 OK。これとりあえず4つ回収しておきたいな。まあ、鳥でもいいんですけど、鳥なんかたまに、あ、落とす落とす、なんかたまにお肉を落とさない時があったような気がしなくもないんですけど、よーし、でこれ干しておいて、森が多いとね、象の足跡が見つけづらいっていうのがありますね。はい、ということで今回はこの辺で終わっておこうと思います。本格的に冬が始まってきて、頑張ってちょっと食料をね、調達していこうと思ってるところです。まあ、テントもできたし、大丈夫だとは思うんですけども。はい、ということで今回も見てくれてありがとうございます。ではまた。